刺激でさ君のそのハート死ぬほどの言わず危険味のほど知らず一撃でさ俺のこのバス死ぬほどの言わず君は踊り出す歌えば虜誰もが知るワンバースも10年前からお持ちだ存在が反則クリミナルワンワードが全てクリティカルみんなこの力欲しがるそのたんびに俺はこう威嚇格好がなき人間はされ弱ければ食われるこの世はターゲ天が与えしこの才能前例のない存在よ文句あるなら恨みなかみを一撃でさ君のそのハート一度の言い訳危険味のほどさ花房の街が見えるよ日本の街みたいって高藤君鍛えておいた方がいいかもよ仕方ないだろ敵を片っ端から殺してるんだから魔物とか盗賊っぽいやつとか狙ってきてたよ教えてよのんきに歩いててバカみたいじゃない言うほどのものでもないのかとでも力を使えば疲れるってことは高藤君の力って使用回数とかがあるんじゃ疲れた気分になるだけでいくらでも使えるよ限界ないのかよにゃにゃおお城壁がない代わりに結界が張られているようだなうわ超高層ホテルセレスティーナさんが紹介してくれたんだしばらくここを拠点にしよう賛成うおこれはすごいねやっぱり壇ノ浦さんじゃないかよかったよ無事だったんだね立花君なんでここにみんなはまだ原生林にいるはずじゃ僕はあいつらとは別行動非効率なレベル上げに付き合う必要はないからさお、そうなの？なんなのこの女勇気に対して慣れ慣れしいえよせよエリカこいつらはクラスメートなんだ勇気がそう言うならさすがですわご主人様無礼な輩に対しても寛容なそのお心まさに王者にふさわしいものですわ高藤君なんなのこの人たち俺に言われてもなああ紹介がまだだったね彼女らは僕の下僕の中からよりすぐった親衛隊なんだよおい自己紹介するんだ序列第5位のエリカよ正直あなたに名乗る名なんてないんだけど勇気がそう言うんだから仕方がないわね序列第4位でステファニーって言いますご主人様の命令でなければ口も聞きたくありませんけど序列第3位チェルシーお姉ちゃん死んで序列第2位のエウフェミアです正直なところ目障りですので視界から消えていただけませんか親衛隊長をやらせていただいているリーザと申しますただのクラスメイトが思い上がらないでくださいね一旦敵意ぶつけてくんのやめてくんないかないやーすまない僕は女の子に厳しくするのが苦手でねお前たちはしばらく黙っててくれはい立花ってバスで俺たちを置いていったクラスメートの一人かどんな力を手に入れたのか知らないけどすごい自信だねあいや立花君はもともとこんな感じなんだよ前から女の子にモテまくっててすっごい自信過剰だったの高校って思ってたよりずっと面白いところだったんだなそうだここで会ったのも何かの縁だしさ僕の愛人にならない確かにいきなり愛人にってのは請求すぎたかなもしかして高藤のことを気にしてる
本来男は受け入れてないけど、クラスメートのよしみで特別に下僕にしてやってもいいよ。一周回って逆に面白くなってきた。ここまで意味不明だと殺意も湧いてこないな。なんだってそんなに自信満々なわけ？僕は全てを支配する最強のクラス、ドミネーターだからさ。ここまでのドヤ顔初めて見たかも。でも立花君はまだそんなに修行をしてないでしょ。クラスメートのみんなは原生林で修行してるっていうのに。僕に興味があって仕方ないみたいだね。は？いいだろう、僕のことを教えてあげるよ。あれは最初のミッションをクリアして着いた町での打ち上げ会。やあ、少しいいかい立花君。ん？大鳥？何の用だい？ちょっとしたアドバイスをしたいんだよ。ん？僕のクラスはコンサルタント、課題を解決するための助言を行うといった役割だよ。どうコンサルしてくれるって言うんだい？君はドミネーターというクラスのせいでみんなから避けられている。何が言いたい？今は仲間内で揉めてる時間はない。クラスメイトから賢者が生まれなければ全員家畜にされてしまう。まず立花君がするべきなのはレベル1の一番安い下僕を大量購入することだ。下僕が戦闘で勝利した場合、倒した相手を下僕にできて経験値が僕にも入ってくるのか。でもそんなことは能力の説明にはなかったけどね。隠れた仕様を知ることができるのもコンサルタントの能力なんだよ。なんでわざわざそんなことを教えてくれるんだい？賢者を生み出すには多様なアプローチが必要だ。みんなで同じ行動なんて自殺行為だよ。見込みのありそうな人にアドバイスして成功率を上げる。これが僕の生き残り戦略さ。幸運を祈るよ。というわけさ。サポート系人材が充実しすぎてるよこの世界。なるほど。じゃあ今こうしている間にも部下の数がどんどん増えてレベルも上がっているってことなのか。そう、僕の力はネズミ斬式に増えていってるのさ。どう壇ノ浦さん、やっぱり愛人になる気ないから。今すぐでなくてもいいからゆっくり考えて。じゃ行こうかみんな。やっぱりちょっとムカついてきた。まあほっとくしかないと思うけど。けどさ、あいつの仲間になれば俺と一緒にいるより安全かもしれないよ。怒るよ高藤君。え？よくわからないけどごめん。これがアグレッサー黒闇。どうにも相性が悪いな。いつまでこうしていればいいのかね。小僧が起きるまでだろうな。もう3日目だよ。あ、そうだ、もこもこさん様子見てきてくれない？ごめんだな。え、無断で部屋に入ったら何が起こるか分かったものではないわ。修行ばっかりもしんどいからちょっと外へ。って、あれなんだろう。の勧誘だぜ。敵殺されりゃ漏れなくゾンビ三等兵だ。ぐるった志願した。え、あれはまともなものではないな。死の匂いが充満しておる。てか何なのこの世界、おかしいよ。人が簡単に死にすぎる。あ、そういえば外を見に行きたいとか言っておったな。結構でございます。いや、高級ホテルの綺麗な部屋は快適だな。確かにいつまでもここでこうしておるわけにはいかんのだろうな。あ、それよりん？敵意むき出してこちらの様子を伺っている者がおるが姿が見えんの。見えないんじゃどうしたら。よし、高藤君を電話で起こそう。すがすがしいぐらいの頼りっぷりだな。おはよう、ニコリ。お、
もう起きてるんでしょ？朝ごはんできたよ。はーい、今行く。なるほど、じゃあそっちに行くよ。俺だよ。早く入って。確かになんかいたよ。え？テキーは壇ノ浦さんに向かってた。どうして私？ちょっと電話を借りるよ。もしもし、5階の廊下に女の人が倒れてるよ。どういうこと？廊下を通った俺が死体に気づかないのは不自然だろ。死体って。ん？エリカの反応が消えたな。ご主人様！高藤君、この人確か橘君の仲間だよ。親衛隊のエリカって子。まずいな、あいつに喧嘩売ったことになる。ここは出た方がいいか。じゃあ急いで荷物をまとめてくるね。壇ノ浦さん、こんな状況だけど結構冷静だよね。結構ビビってはいるんだけど慣れたのかもね。人などいずれ死ぬものよ。武家の娘がこの程度のことでいちいち取り乱したりはせぬわ。そこまで達観はしてないし。拍子抜けだな。さすがご主人様です。百階層の魔物がまるで相手になりません。何者だ？フレアボム。コントラクト。ご主人様。キル。この遺跡って何階まであるんだ？150階までとなります。仲間を増やしながら仮装に進行しといてよ。承知いたしました。よいしょっと。そういえばエリカはどうなったんだ？ホテルで待機のはずですが。ログを確認してみるか。ん？訳がわからないな。背後から襲われたのか？アサシンのエリカが背後を取られるとは考えにくいですが。そもそもなんでエリカは廊下にいたんだ？推測でよろしければ言ってみてよ。あの女を連れてきてご主人様を喜ばせようと思ったか、あるいはご主人様にふさわしくないと排除しようとしたか。排除って？下僕ってのは主人の不利益にならないように行動するんじゃないのか？それぞれが良かれと思ったことがご主人様の意に沿わなかった可能性はございます。エリカが余計なことしたなら壇ノ浦さんが逃げるかもな。リーザとチェルシーに壇ノ浦さんを確保しといてもらおう。やはり何度やっても同じだな。触れた瞬間風化するのは私の再生速度の方が速い。とはいえ暗闇の方も全くダメージは受けていないようだ。あらあら、そんなに焦ってどちらに行かれるのかしら。なんか用？こんな用事です。そちらの壇ノ浦さんを連れてくるようにと勇気くんに言われたのです。おとなしくついてくるなら危害は加えません。結構脆いのこれ。うわっ、冷たかた。スララを殺してみた。やればできるもんだな。スララを殺すって何なの？わけがわからない。その杖、死ね。見ての通り、俺は思っただけで何でも殺せる。
何かしようとしたら殺すよ。だから素直に質問に答えてもらえるから。わかりました。杖がなくても魔法って使えるの？私はワンドマスターです。杖に込められた魔法しか使えません。杖使いってことなら持ってるのが一本だけってことはないだろ。他にはこれだけです。なんでわざわざそこに隠すかな。で、高藤君もまじまじと見ない？いや、入るものなんだなと思ってさ。立花から壇ノ浦さんを連れてこいって命令されたんだよな。他の仲間は？もちろん同じ命令を受けておりますよ。壇ノ浦さん、いよいよ壇ノ浦流の才能が開花し始めたな。何これ、人形？私一人でこと足りると思っていたのですけどね。思ったよりは動けるんだ。みんな、あの女を死なない程度に痛めつけて。ご主人様、どうなさいましたか？リーザが死んだ。まさか！チェルシーは戦意喪失してこっちの情報を喋ったようだ。思っただけで何でも殺せるって言ってるんだけどさ、どう思う？とても信じがたいお話ですが。観察がてら攻撃しやすい場所に誘導してみるか。もう少し可愛らしい悲鳴をあげられるものか。ああ、ゴキ言わないで。なんかその単語で脳内が埋め尽くされる気がしてくるから。支配下の虫を使って立花が我たちを監視しに来たんだろうな。ジョージたち、なんとかなんないの？ジョージってこいつらのこと？殺すのはいいけど、ポロポロと頭の上に降ってくることになるんじゃ。やっぱり今の却下で。けどこいつらでも人間を殺すぐらいは可能かもね。いやいやいや、さすがに人を殺せるとかってことはないんじゃないの？例えば大量に口から入って窒息させることだって。立花勇気、お前は完全に私を怒らせた。厄介だな。このままでは世界中の全生物敵に回すことになるぞ。囲まれたくらいじゃ能力を使わないか。しつこく追い回せば根を上げるかな。ご主人様、得体の知れない未知の力など相手にする必要はありません。なぜ僕が引かなければいけないんだ。それはドミネーターの取るべき行動ではないだろう。惨めに逃げ回るのはドミネーターを敵に回した方だ。高藤よぎりを殺せ。殺す気満々で虎視眈々と狙ってるって感じだな。俺にたかられるとか死ねる自信があるんだけど。立花勇気を殺そう。え、俺の考えてる通りならそんなに手間はかからないと思う。この殺意の大元へ繋がった。立花勇気、死ね。ここに来てまさかの不発。ジョージたちは元気いっぱいですけど。これまでのところ俺の力が通用しなかったことはないよ。相手がどこにいるのか分かんなくても通用すんの？向こうの手が届くってことはこっちの手も届くってことだよ。一方的に攻撃できるほど世の中甘くない。それ高藤君だけは言っちゃいけないセリフだな。てかこいつら急にアクティブになってるんですが。立花が死んで支配から解き放たれたってことかな。いや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 、それまずいって。走ろう。殺さないの？
不愉快ってぐらいで生き物を殺すのは良くないんじゃないかな。この場面でそんな正論は言ってもらいたくなかったよ。私たちは支配から解き放たれた。私は行くけど、あなたはどうするの？それは…じゃあね。この光はどこから？何かおかしい。何なの？どこから現れた。暗闇の攻撃に耐えたとも思えぬが、どうにもしようがなくて困っていたところだ。話を聞かせてもらおうか。じゃあ、私は賢者レイン、オリジンブラッド。我が眷属となってお前の知る限りの情報を教えるのだ。もう王都に向かった方がいいかな。あっ、なんだろう、ただごとじゃない感じなんだけど。突然で悪いが、ゾンビパーティーの始まりだ。ゾンビとサバイバーどっちでも好きな方で楽しんでくれ。はい。異世界ファンタジー的な何かだと思ってたらゾンビパニック化してるんだけど。僕らの真実は体の意味をなくした。絶望より暗い苦労、陰圧な声が悲劇、くだらない前置きにしたもでも乾いたこと無気な夢の果てに踏みつぶされたアルカディア。それでも触れるまではおぼろげな狂気。この先は何も決意も映像をお前が見ているということは